こんにちは、久米村です。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、この2人でオープニングを撮ってるっていうことは、はい、まあ久米公平がですねいないんですけれども、そうですね、ちょっとね、この違和感のあるこの2人でオープニング撮る、はい、前回のあれやつあったじゃん、あれハイブリスト、そうだよ、はい、あれとんでもない映像だったじゃん。確かにとんでもなかった。今回のこの企画もとんでもないものをちょっと僕らに用意したんですよ。嵐呼んでますよ、はい、ということで、はい、どっちがバレずに公平の誕生日を祝えるか対決ドッキリちょっと今回ね、この企画をやっていきたいんですけれども、はい、っていうのも、つい先日公平が、31歳の誕生日を迎えたじゃないですか。めでたいですね。ね、めちゃくちゃめでたいんですけれども、はい、僕ら一切公平の誕生日祝ってません。まだ祝ってませんっていうのも今回この企画のために、はい、ちょっと二人で打ち合わせをして、はい、まあ、特に触れないでおこうと、はい、ね、っていうことになったんですけれども、はい、今回この企画ちょっと僕らでなんかこう公平に対してドッキリできないかってすごい考えてたんですよね。考えてましたね、ずっと。で、あ、誕生日でこの企画どうだっててヒロトがちょっと持ってきてくれたんですけれども、はい、台風今6号来てるじゃないですか。来てますね。で、6号の撮影をするっていうことになってるんですけれども、はい、後編はもちろんその6号を追ったワンデーの撮影だと思ってます。はい、思ってます。なんですけれども、この裏テーマというか、はい、メインテーマですね。そうですね、メインテーマとして後編にどれだけ誕生日のお祝いをことを言えるかっていう、はい、点数をどんだけ稼げるかっていう対決企画をしていきたいんですけれども、はい、じゃあどうやって採点つけていくか、まず言葉、要はこうおめでとうだったりとか、そういう言葉を、どれだけ言えたか。それはあれですよね、うん、撮影中にってことです。そういうことです、はい、撮影中に後編に特にバレずにですからね、はい、バレずに、言えたかっていうのが、点数を競っていきたいと思います、はい、今回、用意した得点フレーズがこちら、はい、まあ、こういうことなんですけれども、まず8個のおめでとうフレーズ、誕生日にまつわるフレーズっていうのを用意しました。用意しました。なんでそれに1点から2点の得点が分かれてると思うんですけれども、はい、これを撮影中に公平にバレずに上手に組み込んでいけるか。まあ要は言えばいいってことですよ、ね、そういうことです。例えば、はい、よろしくお願いしますとかを、おめでとうございますちょっと早めに、はい、分かる、はい、それをバレずに組み込んでいけるか、はい、これの得点を争っていきたいと思います。で、一番高得点、はい、これが3点なんですけれども、はい、これはメッセージにしてみました。ああ、なるほど、うん、で、ヒロトが、感謝しかないです。はい、これ本当にもう感謝しかないですよ。マジで浩平君に。まあでもね、上司として浩平と一緒にもう半年ぐらいか久米ブローズに入って働いてるけど、そうですね、はい、で本当にこういろいろ、もちろん後編も成長してると思うし、ヒロトもねこの半年で成長してると思うんだけど、はい、そこでやっぱ感謝があると、もう言い切れないぐらい。ないな、これは。そのテンポはないわ。まあでもね、はい、やっぱりでもそれはもちろんあると思うよ、本当にね、こうやってやってたら感謝しかないですっていうのをバレずにね、こう、はい、うまいぐらいに入れていくと。はい、で僕はこれだいぶ難易度高いぜ。なんですか。久米ブローズを支えてくれてありがとう。それ雄平くんから浩平くんに言うんですか、うん、これをメッセージをどう組み込むか。やっぱいきなりこれ言ったらおかしいじゃん。これ難易度高くそう。何ってなるじゃん、はい、それをどう紛らわして言っていくか。これが3点です、メッセージが。いやー、これ面白そうですね。めちゃくちゃ面白いと思う。で、ちなみになんですけど、はい、これさ、攻めすぎてバレる可能性もあるじゃないですか。あります、自爆ですね。そう、はい、あいつもバカじゃないです、はい、だいぶ鋭い人間なんで、はい、なんかやってねえかと、これなんかやってんなと、はい、バレた場合、バレた場合、はい、うん、バレちゃった方のインスタグラムのメイントップがですね、はい、を公平と誕生日ケーキの写真に1週間したいと思います。うわー、これやだな。これ屈辱的ですよ、はい、どのアカン、誰のアカンとか分からなくなる時間が1週間あるわけですからね。ということで、はい、意気込みのほどどうですか。浩平くんに、うん、まあ感謝しかないんで、うん、
っとにじみ出ちゃうかもしれないですけど、それバレてんじゃん。あ、もうそこはもうポーカーフェイスでやりきってやろうかな。大丈夫な、ポーカーフェイスできる。大丈夫です、もともと表情です。確かにね、はい、激辛の時だけはめちゃめちゃ表情でしたけども、あれぐらい刺激ないと出てこないです。俺はね、はい、ゆうえいくん、やっぱ浩平とこう話のやり取りをさ、オープニングとかでこうクロストークなわけじゃん。そうですね。そうだから、そこでどうやって言葉をうまく入れ込んでいくかっていうの難しいと思う。ちょっとごまかすしかないかなと思ってる、正直。はい、そう、もうなんか それになんかこう似たよった言葉っぽく組み込むしかないかなと思ってるから、はい、ちょっとあんま自信ない、ぶっちゃけ。おお、バレるんじゃないかと思ってる、はい、それかなんか怒られそう。何言ってんのとか言われそう。でも多分浩平君からしたら僕たち多分ポンコツだと思われてる。まあ、で流されるかもしれない。あいつその辺結構厳しいぜ。まあ、この2人でね、今回このクメブローズ この初めてですね、浩平にちょっとドッキリを仕掛けていきたいと思いますので、はい、皆さん楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、ということで明日台風6号のワンデーセッションに向けて準備したいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうへくん、何、もう終わっちゃいましたよ。何が1ラウンドね。でもこっからでしょ、やっぱこれから多分オープニング撮ると思うんで。あ、じゃあ、どっちが気づかれずに後編にたくさんお祝いできるか対決の時スタートです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おはよう、おはようございます。おはようございます。何だった？はい、朝すもう急いで仕事終わらしてきて、うん、ここに来たらしいです。忙しぶってた。いや、もうなんかもう雰囲気に余裕がありますよ。雰囲気に余裕がある。なんか、はい、髪染めてきてるもん、切って、はい、かっこいいです。髪どう？まあ風邪ひいてるけどできるよ。朝なんかできた？まあそうだね、面が整ってる分。まあちょっとやってきてよ、2人で。お、2人ですか。俺やってるし、いや、雨降っちゃうから、いい、ちょっとやっぱり。あ、ちょっと俺もゴミ31個ぐらい拾ってきたんで。ああ、そう、行きます。拾いすぎじゃね、お前それ。ついてきます。あ、ちょっと俺もゴミ31個ぐらい拾ってきたんで。ああ、そう、行きます。いや、あの、フトラ来て。え？フトラ、エアーガン決めしてたよ。3発ぐらい決めてなかった。インディエアーで今日来てん、それサプライズ。サプライズ、それサプライズ。すごいじゃん。え？すごいじゃん。何が？サプライズ。行ってこいって。何やってんの？でも、あれですよね。ゆうへいくん来てないのにこうやってゴミ拾いやるの、もうゆうへいくん感謝しかないですよ。もうゆうへいくん感謝しかないですよ。あ、そうですね。あそこのフェンスの内側になります。やるな。よいっす。え、大丈夫だったっすか？いや、バレてないし、どう考えても。よしよしよし。いや、結構いい勝負じゃん。はい。感謝しかないですよ。俺に振ったっしょ、今。ここだ。あれ、ちょっと審議だろ、あれ。あれ、審議。あれ、審議だろ。あ、でも、あ、メッセージって、はい。ちゃんと自分の気持ちで伝えないといけないってことですね。ああ。ちょっとわかりました。リベンジ。あれは。あれ、俺だから、あの、もう標的が。やっぱ伝えないの、伝わってないからね。ということで、はい、ちょっと雨降る前にサクッとサーフィンしたいと思います。わかりました。いい日のと手伝ってもらって。もちろんです。ちょっとなんか結構天気がやばそうだよね、はい、もうやばかったら速攻避難だね。そうです、うん、なんか波も来てますね。ね、できるかな。さあ、はい、じゃあ今日は JS のゼログラ、はい、で、あのレギュラーかな、来てますね、レギュラー。サクッとこの雲なんで、はい、晴れ男
雲を吹き飛ばしていいライディング決めていきます。はい、っていうかもう呼んじゃってます。雲、はい、台風6号、イエーイ。はい、ビーチクリーンも終えたので、今からもう1ラウンド僕もサーフィン行っていきたいなと思います。取れたライディングは誰ですか？ゆうへいくんですか？いや、取れてない。で、ちょっと俺ももう一回行ってくるわ。わかりました。はい、あの雲が来る前に、はい、行ってきます。これ結構メンチルうまかな。本当ですね、形めっちゃいいっすね。ね、結構ファンな波なんで、はい、ちょっともうワンセッション行ってきたいと思います。わかりました、はい、よろしくお願いします。いってらっしゃい。ファイト、ファイト、おめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、朝からさ、俺入ってるんですよ。そうですね、ね、半日入ってますね。ね、で、まあ兄ちゃん来たからさ、もうワンセッションやれればいいなと思ってやりましたよ。で、俺のライディングはどうだった？よかった。まあ何本かあったよな、はい、いいの。波もな、面クリーンになってな、よかったよな。よかった。あれどうだよ、あれは。板間違えたし。何？パフォーマンス。ゼログラ。何がいけなかったんですか？ゼログラ。人のせいにすんな、人のせいに。十分ゼログラは機能してました。はい。あのカービングだってな。はい。あのカービングだって機能してたよ。体がついてってないだけで。かわいそうに。板がかわいそう。浩平くんはいいカービング、今日、一応ケイカーのけどメイクしてますから。一応ケイカーのけどメイクしてますから。そうだよ、はい、何本もな、はい、当たり前じゃん。もうあんなさ、スキルも物もいいんだから。兄ちゃんは物は良くてスキルがないんだから、こういうことが。ほら、上がったらこうやって波来るじゃん。めっちゃ波来てる今。確かに普通に考えて、本当だったら台風セール3150だったと思うんだよ。最高超つまんね。最悪だね。だ、調子悪そう今日。もう3150になってない。3130。どういうこと？もうおかしくなってます。サイサー、もうおかしくなってます。最高に達せてない。3、1、サイ、くそつまんないよね、もう。だったら3、1、4の方がいいよね、はい、だいたいそんなに。これバキバキのパフォーマンスボードでもない。あれが強いな。自分のパドルが遅いんだよ。ボディですよ、ボディね。え、はい、もうそれ乗り手が悪いとこういうことが起きますっていうのを本日はお伝えしましたよ。はい、ということで兄ちゃんには居残ってもらって、はい、まあちょっと明日とか本格的にサイズが上がるんで、はい、ちょっとその時にこんなんやられたらたまったもんじゃないです。そうです ね、持ってきた板悪いって言われたら、はい、はい、だからこのまま居残り、今日はまあだからこれはもうドッキリ。
心はまあだからこれはもうドッキリ。何がドッキリ？何のドッキリ？意味が分かんない。意味が分かんない。ということで、はい、はい、まあ僕は稲見乗れたんで、はい、こういうことにならないようにという教訓を皆さんにお伝えします。まあ、全てはまあ本当クメブローズ支えてくれてありがとうな。皆さんにお伝えします。クメブローズ支えてくれてありがとうな。はい、ということで締めたいと思います。はい、明日からまた波ありサタで頑張ります。素敵な週末をお過ごしください。クメブローでした。ハッピーウィーケンド。ハッピーウィークエンド。最高にならない最31。最高にならない最31。クソクソマン。こんにちは、久米プロです。こんにちは。さあ、台風6号まだまだ続いてるんですけども、はい、まあ、前回の動画皆さん見ていただいたと思います。うちの兄ちゃん久米雄平、はい、どうだったっすか？いやもうマジドッキリかってぐらい自分で言ってたもんな。調子悪かったっすね。え、調子悪いのをサーフボードのせいにしてたからね。はい、ひどいよな。ひどい。まあでもその人今日同日です。同日のラウンド2。おお、夕方午後。はい、でまあ最近兄ちゃんさ仕事の方がすごい忙しくて、はい、まあ、動画見てもらえば分かるんですけどなかなか出てなかったと思うんですよ。そうですね。でやっぱりその週1サーファーに今なってます。はい、でまあ見てる方って結構まあそういう方多いと思うんですよ。そうですね。まあ、実際ヒロトもそうだったじゃん、サーフィンやってる時、はい、休日にサーフィンやるっていう、はい、でやっぱりずっとサーフィンやってないで急にサーフィンやると調子がやっぱ崩しがち、はい、そういうのあると思うんですよ。ということでちょっと出ていただきたいと思います。久米平さんお願いします。大丈夫なんだ。すでにもう負け顔してない、ヒロト大丈夫？いやもうさっきと全く同じコーデで来たんでリベンジ、はい、いや1回目のまま続きのまま行くつもりでごまかそうとしてる。逃がしません。これが YouTube です。でまあ、まあ、週1サーファーの方いると思うんですよ。そうね。まあ、そういう時にまあラウンド1調子良かったですよね。うん、ラウンド2で一気に調子をギュッて戻すためにどういうとこ意識するんですか？いや、どういうところもこういうことも、はい、結局何が一番調子悪いってやっぱボードに乗ってないから意識とかないわけよ。やっぱこう日々の積み重ねがサーフィンに出るんで、はい、切れちゃってないもう。え、切れてるよ。切れちゃってない。でもそう言っててもやっぱ、うん、調子悪いって言ってたゼログラビティで乗ってた。確かにな、はい、あんだけ言ってなくせにそんなはずはないってで、だから別に意識と、まあ、もちろん意識もあるよ、はいはい、そう意識していかないとその調整っていうのはできていかないんですけれども、はい、やっぱこう日々のね練習ができてなかったっていうのが、はい、まあ、普通にシンプルに出ていると思うんで。あで、はい、一つは棒立ちになりがちなのよ。おー、久々にやると。さっきひどかったもんな、カービング全部伸びきっちゃう。確かに久々にやると棒立ちになりがちなの。はい、なんでかっていうとやっぱボードに力を入れられないから。あー、なるほどね。うん、浮ついちゃうんだよ。はい、じゃあそういう時どうするんですか？だからその意識がちゃんとあればもっとこうボードに体重預けるっていう意識のもとやればこんなはずじゃない。はい、それはいいんだよ、分かったよな。こんなはずじゃないの分かってんだよ。もう泣きそうになった。ビッグサプライズ。どうでもいいよそんなの。全然サプライズ感じない。何なんだ、最後。どうでもいいってことで、はい、まあ、ちょっと波もねさっきより上がってるんですよ。だから行きますか。はい、フフフじゃねえよ。やれっていいから、ね、どうでもいいからちゃんとやれって。ちなみに、はい、体重を預けるというとどういうところなんですか？だから姿勢を低くするってことだよ。なるほど。やっぱり、はい、切れちゃってんじゃんさっき。棒立ちのまんま、はい、体重預けれますかって。はいはい、無理ですね。無理だろ、はい、それをこうちゃんと踏み込むことが重要。はいはい、なるほど。なんで踏み込まないとダメなの？レールが入んないからだよ。だからターンが伸びねえんだよ。プロなんだから知りてんだからみんな。ターン伸びねえだろ。伸びねえよ。伸びてない、ビビるぐらい。いきなり転ぶんだよ。いきなり突き刺さったりよ。確かにそれはあるね。いつも出ねえところで。入るとやっぱ棒立ちになるから、はい、ギュッとこうちゃんと体重を乗せて今度はサーフィンすると。分かりました。で最後のあのカービングからスラッシュ一発、うん、リップでこけたの。ひどかったなあれ。なんでこけたかかるか知らねえ。膝伸びてからだよ。リカバリーできてねえんだよ。なるほどね。食った瞬間もやっぱこう棒立ちだと食ったらもうそのままいくけど、はいはい、膝が残ってればちょっとこう浮くなとか。確かに、ね、できるんですよ。耐えれるからね。なるほど。特に波のサイズ上がって棒立ちはもうやっぱダメなんだよ。致命傷。致命傷です。はい、ということで十分前置きしていただきました。はい、振りが効いてるのかそれとも
彼が本物の実力者なのか、はい、この後ライディングで、はい、見せてくれると思いますので、はい、じゃあ早速行ってきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。お願いします、はい、行ってきます。ありましたよ。あった、すごいね、はい、マジでありました。え、なん、どんぐらい攻めた？俺多分もう中部員ぐらい攻めました。マジで、はい、俺も結構攻めたと思うんだよね、はい、なかなかだってあれじゃない、なんかあの結構トリッキーな感じでやってなかった。結構やったよな。どういうこと？え、何ですか？何が、え、あのライディング感じてないっすか？そこ感じないと何ね、あんだけ言ったんだからな。なんか僕たち今日ちょっとおかしくなかったですか？マジでわかんない。いつも通りですか？うん、サーフィンがもう死んでたっていうぐらい。それ関係ない。いや、ちょっとそれ心外だよな、はい。あんだけ頑張って言ったのにな。本当っすか？何よ。な、はい。ということで、はい、本日の企画は、はい、どっちがバレずに公平の誕生日のお祝いを言えるか対決、ドッキリでしょ。ドッキリ大成功。せーの、ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデーシアコレ。おー、ありがとう。ハッピーバースデートゥーユー。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、先日、はい、31歳の誕生日を迎えられたということで、なんかちょっとヒロトとできないかなって言ってたんですよ、はいはいはい、で、まあ、嬉しいですね。先日ね、はい、あのちょっと2人で打ち合わせしたところ、ヒロトが結構おもろい企画を持ってきて。何ですか？いや、今回バレずにどっちが公平のお誕生日をお祝いできるか対決しましょうよ、はいはい、今日ちょっとおかしくなかったですか？最高？ちょっと調子悪かったな。さあ31大何でない超つまんねえ。全く分かんないからね、そんなの。全くすっげえ滑ってるから。本日の企画はなんですけど、はい、バレずに感謝の誕生日をお祝いする言葉っていうのを入れ込ませていただきます、はい、どこにでですか？あの動画内で何回もまず得点の方はもう皆さんね、あの表の方で見ていただいてるんで、はい、ちょっと説明ね、ここでちょっとささっと言いたいんですけど、31おめでとう、ケーキ、プレゼント、サプライズ、ドッキリ、これが各1点です。はい、はい、そしてハッピーバースデー、誕生日おめでとう、これ2点です。はいはい、で最後3点ボーナスポイント、ヒロと感謝しかないです、はい、これを伝えてたら3点で、僕の場合クメブローズを支えてくれてありがとう、これ3点この3点出てないでしょ。これを多く重ねて得点を稼いだ方が勝ちっていう対決企画、はい、そして罰ゲームももちろんあります。お、負けた方、え、2人でと、はい、はい、今回この得点が負けた方は、はい、インスタグラムのメイン画像あるじゃないですか、はいはい、あそこの画像を公平のとこのケーキの画像に1週間するっていう
あの罰ゲームになってますので、いいですね。まあ結構ガチで攻めさせてもらいました、はい、全く分かってないんだけど、うん、結構言ってる、結構言ってます、これドッキリって言ってんのとかってこと、まあ、言ってたよね。これはまあだからこれはもうドッキリ、ドッキリとか、ただただクソつまんねえトーク繰り広げてんじゃんって思ったあ、僕はもう一発目もうしょっぱなから攻めてるんだよ。おはようございますっていうのをおめでとうございますって言ってるんだよ。おめでとうございます本当、おめでとうございますって言ってるんで、僕絶対分かんなかった。僕もあのビーチクリーンの時、うん、ゴミ31個拾ってあ、ちょっと俺もゴミ31個ぐらい拾ってきたんで、ああそう、行きます言ってたねクソみてえ。でも俺に言ってなかったよな、なんかしれっと言ってたよな。いや、ゴミ31個拾ってきますってはっきりと言ってましたね言ってたわ。なんでまだこの結果どういう風になってるかっていうのは僕らもわからないんで、なるほど、まあ、動画ちゃんと編集していただいて、はい、まあ、おまけの方でどっちがちょっと、まあ、あの勝ち負けっていうのを見ていただいて、まあインスタのっていうのは皆さんにねちょっと確認していただけたらどっちが負けたかっていう、今のこの段階では僕らは分かってないので、はい、そうだよね、僕はもう攻めたんで。結構言ってる自信はあるんですか。はい、やりきってます。いや、ちょっと心外だわ。え、それは何、撮ってる時の間ってことね。そうです、この画面で、しかも浩平くんがいる間です。なるほどね。で3人のクロストーク内で勝負してるんでクソみたいな。俺はそんなことはどうでもよかったの。もっとサーフィンをしっかり乗ってくれればいいと思ってたからとりあえずドッキリ大成功、イエーイ、イエーイ、だからドッキリ感がないんだよね、俺は。びっくりしてたじゃん、これはね、何ですかみたいな感じだったでしょ。なんか変なまたトーク始まったと思ってびっくりした。ただちょっと心外なのが、この勝負してる時って、はい、おかしなことを言っちゃう、うん、と思うのよ、うん、例えば「サイ31!」とか、もうおかしいじゃん、どう考えても、うん、すげえ、だからどうしたら、だからバレるんじゃないかと思ったんですよ、はいね、だからバレたらもうそういう時点でそいつがこの罰ゲームを受けるっていうことだったんですけども、普段の俺らが滑り散らかしすぎてバレなかったっていうな、カモフラージュされすぎて結構違和感あったぜ俺嘘でしょ、俺笑いそうになったもん何回もまあでもね、まあ、こうやってちょっと初めてね、こう誕生日っていうのをクメブローズでやらせてもらったんですけども、ね、はい、今年1年ちょっと最後に抱負いただいてこの動画を締めたいと思います。お願いします。抱負いただきたいですね。まあ抱負は泣くか全く泣くようななんか雰囲気でもない意味が分かんなすぎてもう動揺してる泣くかいや、まあそうですね、いろんなね楽しい企画とかやれたらいいなっていうふうには思ってます。はい、まあ今回のこの企画もそうですけども、はい、まあありがとうございますっていうところと、まああとはね皆さんにこうより良い動画っていうのを届けれるために、まあ、僕自身も頑張っていこうかなっていうふうに思いますので、引き続きよろしくお願いします。よっ、ありがとうございます。めでたい。いや嬉しいですね、はい、嬉しいけど本当に俺気づいてないのよ。ちょっとじゃあ今回動画を見て、うん、大至急確認してください。だから「サイ!」とか言ってんのはもう意味が分かんなすぎて超つまんねえなこれと思ってた。あとなんだっけ、大至急31個を拾ってきましたとか、うん、あと普通にあのドッキリ、これドッキリって言ってたじゃん、言ってる。俺がマジでドッキリだと思ったから、あれはリアルにサーフィンがクソすぎてマジでそれはもうねあの本当予期せぬ事態でしたね本当に。でも企画的に追い風吹いてた、追い風吹いてた、もうサプライズとかいろいろちょっと突っ込めたまあ、ということで、本日の企画はもう大成功ということで終わりましたんで、あの黄色いてるとね誰かしらまたこういうことが起きると思いますんで、そうですね、はい、クメブローズまたちょっとね面白い企画やっていきたいと思いますはい、ということで素敵な週末をお過ごしください。クメブローズでした。ハッピーウィーケン、ハッピーウィーケンの誕生日おめでとう、ありがとう、おめでとうございます、ありがとうございます。さあということで、まずはねドッキリ大成功ということでお疲れ様でした。やりましたね。あれは成功なんですか。まあ成功ですよ。大成功、うん、まあ、バレずにだって感謝をまず述べるっていうところが僕らのノルマでしたから。なるほど、はい、もう心は温かくなりませんでしたもん。
全く。いや気づいてないんだから暖かくなってない。で、まあ、動画見ましたけど、うん、めちゃくちゃなこと相当言ってたよ。本当、うん、いやそれはそうだよ、はい、気づかれないことが逆に恥ずかしいとは思ってないですか2人の。いや普段から思ってないことを言ってるわけだから気づかれないんでしょ、しょうがないよな、はい、そういう人間ですからということで、はいはい、どうやらやるんですかインスタグラムの方は。そうですね、約束してましたけど。そうですね、はい、ルールはルールなんで、はいはい、で結果の方も僕分かってます、はい、どうぞお願いします。編集したんでね、はい、それではこれ久米浩平のこちらの画像、はい、こちらですね。これはダサいぞ。はい、ピンが合いました。こちらをインスタグラムのトップ画にすると、はい、これはまずいですよ、まあ、少なくても500人はフォロワー減ると思います、はい、いやもっとだね1000はいくと思いますまずそもそもこれあの誰のアカウントか分からなくなるっていうことですからね、まずは。そうだよ、本当に。まあ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 。それでは、はい、久米浩平誕生日ドッキリ、はい、インスタグラム僕のトップ画に変えるのは、どっち？ドゥルル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 さあ恥ずかしいやつです、はい、まあね、お前は日頃からの感謝っていうのを思ってりゃ言葉にできんなよお前な、お前日頃から言ってるだろ、いつも感謝忘れんなってお前、はい、な言われてます。自分で編集してて、はい、もうああ俺だって感じだった、はい、ちょっとさすがにカットできないですよね、予約、うん、のカットしちゃえって思う、うん、お前よくねえぞそういうのまあまあでもね、ちなみにごめん、何対何の、確か9対4、しょぼ、結構大差で負けたの、大差で負けた。でも9、俺はい、なんか結構攻めた感じしたけどね、20ぐらいはいったんじゃないかと思ったけど、それで気づかなかったら問題ですよ、うん、兄ちゃんはなんか俺の印象だと思う、あのサイとか言う、うん、はい、サイね、 あれは何カウントされてるんですか。あれカウントされてます。なるほど、あれで稼ぎまくってた感じするんだけど、うん、31サイね31僕のサイとか言わない、謎なゴリ押しでしたね、はい、あればっかじゃなかった、あればっかじゃなかった。それなくても俺勝つと、あの3点のメッセージをちゃんとメイクしてるんで、うん、なるほどね、ケラタは確かになんか被せてたんだよね。そうなんですよ、うん、俺本当は浩平君に直接言わなきゃいけないのに、雄平君に感謝しかないですよねって言っちゃってるんで、うん、それダメだよ、はい、それはもうノーカウントだって、はい、なるほど、そうです、わかりました、まあ、ということでね、はい、今回の、バースデードッキリ、はい、まあ、大成功ということで、まあまずヒロトのインスタグラムの方がしっかりとね、はい、あの浩平のさっきね見ていただいた画像になってるのかどうか視聴者の皆さんチェックしてください。はい。でね、ぜひねフォローしてあげてください。もう頑張ってるんで。はい。頑張ってくれてるんで。はい。ぜひフォローお願いします。はい。まあ2人ともね、まあ今後ねこれからもこういうドッキリあると思うんで、あるかもしれないんで、はい、気引き締めて。はい、ないでしょ。なんか異変があったら。ドッキリじゃないかっていうね何のチャンネルなんだろうこれは、はい、まあちょっとでもねこれが動画が面白いと思ったら、はい、グッドボタン、そしてコメントよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい。